アストン・マーティンは2022年3月、世界限定333台の V12 バンテージと、249台の V12 バンテージロードスターを導入しやっという間に、完売したことがニュースとなったが、新たにマニュアルトランスミッション搭載モデルが登場することが分かった。V12 がデビューしたとき、 同ブランドではこれを象徴的な決闘の壮観なフィナーレであり5 2リッターツインターボ V12 がバンテージに搭載される最後の時間と呼んだがさらなる進化が見られることになるアストン・マーティンは昨日ティザーイメージを公開そこには木製のトップと磨かれた金属の茎のように見えるシフトノブの画像や クラッチ、ブレーキ、アクセル用のペダルが映されていたが、その実車をスクープした。その内部にはセンターコンソールにあるセノ。高いシフトノブを隠すような黒いシートが見て取れる。エクステリアではリアエンドに貼られたプロトタイプビークル、プロトタイプ車両のステッカー以外目立った変化は見られないが、 注目は通常のデュアルエキゾーストシステムではなく、センターマウントされたトリプルエキゾーストパイプだろう。その他気になる点としては、ブルーのプロトタイプには V12 モデルと同じボンネットが付いているが、ライトグレーの車両にはノーマルタイプのもののようだ。またブルーは V12 クーペと同様に Y 字型スポークのホイールを装着しているが、 ライトグレーの方は、ロードスターの10本スポークデザインを踏襲していることもわかる。リアエンドでは、どちらも V12 クーペのウィングを装備。リヒューザーは12気筒モデルのものと似ているが、微妙に異なっている。この違いが何を意味するのかは、間もなく明らかになるだろう。最大の注目は5.2リットル V12 エンジンの出力が。 マニュアルトランスミッションへの切り替えで調整されるかどうかだろう。従来の AT 仕様では最高出力 700PS を発揮。例時速 96km 加速3.4秒。ロードスターは3.5秒の動力パフォーマンスを持っている。マニュアル仕様の V12 は本日正式デビュー。 販売台数は少量の限定生産となることが予想される。